恐怖。恐怖、または恐れとは動物や人間の持つ感情の一つで怖いと思うことやその気持ち。無事にか国際百科事典によると恐れの中でも具体的な事態になっておらず明確な対象があるがものが心配だという。また具体的な事態になっておらずかつ明確な対象もないものが不安だという。 特定の事態やものに対して強い恐怖を感じる状態を、それを本人が不都合と感じている場合などに、疾患として位置づける場合、恐怖症という、恐怖症は認知行動療法などによって治療できる場合がある。ブリタニカ国際百科事典によると、恐れとは典型的な情動の一つで、有害な事態や危険な事態に対して有効に対処することが、 難しいような場合に生じるとのことである。河合オは人間は自分の人生観、世界観やシステムを持ちながら生きているが、それをどこかで揺り動かすものと定義した上で恐怖はない方がいいように見え、ずっとそういう状態が続くと安心ではあるが、死んでいるのと同じである。生きる体験の中には必ず恐怖が入ってくる。存在を揺るがされるということは、うまくすれば、 新しいことが開かれるが、下手をすれば、破局を迎える。つまり、恐怖はその両者のちょうど境目になる。さらに、例えば恐怖の対象に、死があるが、気分的に死への系統が強い人には、それは恐怖たり得ず、それにどんどん寄り添っていくと生と死の境界自体が、なくなり、恐怖は消える。そうなれば、生も死も、何の役にも立たなくなると述べている。現代人は、 本来的な恐怖というものが非常に少なくなっており、現代人の状態は非常にアンビバレンスであるしている。事態から逃避しようとする行動の傾向、心拍数の増加、顔面から血の毛が引く、震え、発汗などといった身体的反応が伴う。恐れが強い場合は行動に麻痺が起きる。14世紀から18世紀頃の西ヨーロッパでは、ペスト、 国史病にかかることが非常に恐れられた。十八世紀末のフランスでは、ロベスピエールらによって一方的に反対者とみなされて処刑れることが恐れられた恐怖政治。十九世紀の英国において最も恐れられた事態は、人々に忘れ去られ、死んだのに誰にも嘆かれず、貧困状態で死に、最後には解剖台に乗せられることであった。二十世紀では多くの人が、 小児麻痺、身体の一部を不具にし、残りの人生で動かなくなるという病気を患うことを恐れた。2001年9月11日以降のアメリカやヨーロッパでは、テロリズムに対する恐怖が大きく広がった。人はトラウマが残るような事故によって、特定の対象に対し恐怖するようになることもある。恐怖状態において、人は以下のような様々な反応を示す。 恐怖に対する反応は、大脳変炎系の変頭体と脳の機能の中では、比較的古い部分である、小脳変頭の活動にリンクしており、変頭体より発せられた警告が、中枢神経、自律神経に様々な生的応答を促す。変頭体に異常をきたしたウルバフハビーテ病の患者は、恐怖を感じることがないという。人間は、恐怖によって怯えた状態になり、 他者の望むことに一方的に従ってしまうことがある。その一方、人間は同様に暴力的にもなり、命をかけて戦うこともある。ジョン・ワトソンやパウル・エックマンなどの心理学者は、恐怖を他の基礎的な感情である喜び、怒りとともに、これらを全ての人間に内在する感情だ、と述べた。通常、恐怖は特定の刺激に対する反応である。 心理学において恐怖の対象を覚えさせることが恐怖条件付けで、この研究では生後11ヶ月の幼児が実験室の白ネズミに対し恐怖を感じるように条件付けることに成功した。研究により特定の対象、例、動物、高さが他の対象、例、花、雲に比べより恐怖を引き起こしやすいことが発見されている。また、 被験者にこれらの対象に対し恐怖を食付けることもより容易である。返答体に起因する恐怖条件付け及び恐怖症の薬物治療には糖質コルチコイドが挙げられる。認知行動療法は人々の恐れを克服することを助けることに成功してきた。記憶を忘れる、削除することは容易ではないため、人々を繰り返し彼らの恐怖に直面させるアプローチは 積極的であり、より成功率が高い、安全な方法により、本人の恐れに立ち向かうことによって、人は恐れを引き起こす記憶や刺激を抑え込むことができる。曝露療法は、特定の恐怖症を持つ、人々の90%において、時間の経過と,とともに、彼らの恐怖を著しく減少させることができたと知られている。もう一つの心理療法は、 体系的な感う差であり、これは恐怖を完全に取り除く、あるいはその恐怖に対する嫌悪感のある反応を起こし、それを置き換えることを目的とする行動療法の一つある。条件付けを通して反応は痴漢にこれで置き換えられる。この治療を通して筋肉の緊張は弱まり、深呼吸のテクニックは緊張を和らげるのを助けることができる。 宗教の中で安らぎを見つけることは、自分の恐れに対処するための別の方法である。例えば死後に起こることや、死後の世界など、あなたの恐れに関する質問に答えるための何かを、持っていると、それは、あなたの死への恐れの助けとなる。答えを持っていることは、不確実性の余地を減らすのである。宗教は、自分の恐れを無視するのではなく、理解し感じる方法を提供するのである。 追い詰められたネズミは恐怖状態の良い例である。ネズミは捕食者によって最終的に追い詰められるまでは闘争を図ろうとするが、追い詰められると好戦的な態度に転じ、闘争できるか捉えられるまで反撃をするようになる。ジョゼフルドゥーの研究によると、返答体は恐怖や脅威、危険といった記憶を意識下に格納する部位でもあり、 戦うか逃げるか反応などの条件性恐怖を司る。ほとんどの脊椎動物には小脳があることから、それらの動物の小脳変動はすべて同様の働きをしていると考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。